運動しないと。売れてないくせに太ってるって恥ずかしいですよね、ちょっと。いや、恥ずかしい。いや、それ言われたらもうやばい。グサやさ、グサ。なんか、グサ。金の使い方、配分どうなってんねんって思いません、ちょっと。確かに、それもありますね。恥ずかしいな。恥ずかしいな。ね、うん、考えないといけない。何に、逆にお金使います？皆さん。これ何に使ったの、リップサービスって。いや、僕、マジで食事かもしれん。俺、マジで。食事って、飯はでかいかな。あ、いやマジで。どれぐらい、あ、じゃあ明るいかい。明るい飯かよ。相場が分からんでしょ。いや、1回はどうした。じゃあ俺多分誰か測る。ね、普通。おお、じゃあ来てくれて。どっちかとちっちゃい方かな。あー、ちっちゃいな。俺と比べたら引き立つわ、そら。1回じゃあ測ります。1回測ろう。測りましょう。準備でかすぎる。いやでも、どれぐらい想定しないと。メモリ用だよ。こんなのばさんでいいでしょ。足の長さ測るときの出し方です。じゃあエモリー測りましょうか。エモリーから行く。誰か、荷物測る。俺行くじゃあ。一番ちっちゃいは大体の一番ちっちゃいのは多分新也くんじゃない。でもあ、ですかね。新也くんかな。いやでも、まあ、いいか。俺は行くよ。どっからにします。正式にあのやりましょうよ。ルールはルールね。ルールどっからだ。顔ってこっから。こっから。お、じゃあこのね、先っちょから。あ、上がってる上がってる上がってるよ。ここはこうか。一番上から。あ、でもこの爪の部分もあるもんな。指の26。お、26センチ。26。うん、26や。26、うん、まあ俺もまあまあ顔長い方だから26で。はい。深夜、あ、次行く。エモリー行く。エモリー、あ、深夜くん行きましょうか。新薬はもっとちっちゃいでしょうね。ちっちゃいかな。ちっちゃく見えるだけじゃないですかね。26。あ、おい、ちっちゃいちっちゃい。25。25。おお、やっぱちっちゃいな。そんなもんなんだ。でも人の顔って大事だから。長さって。いやだから25。おお。わかしいでしょ。これ宮本武蔵の2本目やし。余ってるやん。はい、では行きます。じゃあ上から。ああ、いいね、いいね。うわっ、うわっ、8ぐらいいってんな。ああ、すごいな。ああ、え、8やすさ。7か79じゃないか。怖い怖い。29で。そんな変わらんやん。いや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 、ここ顔の2センチってやばいでしょ。やばいと思う。でかい。俺これからツッコミで、いや2センチしか変わらんやん。顔でかい。いや2センチしか変わらんやん。横も横幅も。いろいろ説明が必要です。横な、横幅もでかい。あ、横幕ね。あ、こっから。ほくろ。ほくろからの。ほくろから入ってるか。いい、そっか。どれぐらいなんだろう、横は。マジでこれどう測る。どれぐらいですか。一回これ一周させて巻いて、あ、これを測ったと。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。なるほどね。あ、いいっすね。これで、これ。はい。長い。いや、このやり方やったら。長い。このやり方ならみんな長く見えますよ。おに。上半身。これ、この長さならみんな長く見える。俺やってみ、このまま。このままお前、あ。いやいや、あんまりあんまりあんま変わらんやん。いやいや、あんま。デージャン待ってる。4はいってる。4しか変わらんやん。いや、4ってでかい。4ってだいぶだよ、顔で。4でかいって何の、それこそ物差しで。一回ちょっと縦にしたらやばいな。センチャーとメジャーで測ってもらっていい？スケールで一回測ろう。やばやば。73。73がまず基準じゃないですか。それを皆さんどれぐらいかやって、その上で言ってよ。俺の73だけ、先ほど20何とか言ってたから、70がでかくなるだけで、お前やれや、はよじゃあ。やれやれ、やれやれ。やばい、急に切れたって言った。帽子取らんと、帽子取らんと。ニットも。帽子取らんと。ハンデ。73ですからね。うわ、こんなにもあるや。いや、わからんわからん。それはわからん。どうするこれ。ないよ、ないよ。まだないですな。現中の顔でか、マジも。うわ、あ、全然違うもん。何センチ違う？俺69ぐらいしか。違う、70、73でしょ。うわ、もう。え、73と 60? 6、66。7センチぐらい違う。これは、
これはもう言い逃れできないでしょ。10センチ以内はもうやめましょう。いや怖ー。うわーでもやっぱでか、本当にでかいんだな。やっぱでかかったんだな、うん、数字にしたら改めて実感するけども。だから俺数学嫌いなんだよ。いろいろはっきりさせる。だからだわ。縦にした時怖かったな。電子かかったな。長かったな。怖かったな。そんなに見た目は変わらんでしょ、縦にした時も。いや7センチの差はなんかそれぞれのコンプレックス数値化させていきます。じゃあ、あー面白いなそれな。コンプレックスを数値化。嫌だな。面白いなそれだ。じゃあ、おな、ね、寝つき悪いんすよ。寝つき悪い、うんうん、どうやって数値化するの。メジャーでできるやつにしてもらおうと。じゃあお腹は、お腹周りチンコ、ちっちゃいんす。いやチンコ、いやチンコはどんなってお前やれば。チンコ打つすけど俺なんかやだ、俺やだ、俺チンコ指でやってから測れんの。大体の今はあれでしょ。えあのなんちゅうか待機、うん、待機時じゃないですか。いやいや、まあそれはそうだけど、俺待機の時は大したことないんですよ。瞬発進行の時はすごいんですよ。いや、うん、いるけど、そういう人、はい、いやでも言っても、でもそのありのままの状況もやっぱりこう、あの雪みたいにチンコのこと言うの。ありのままの、ありのままに。やっぱりそこはあのね、あのね、いや俺自信ないからな。俺怖いな、メジャーって怖いな。メジャーはもう怖いね。あ、一回でも僕らはみんなだ、はい、あ、違うか、違う、他局のラジオですけど、一回裸の付き合いというか、うん、ね、一回やりましたもんね。やってな、やってな。そうですよね。そのまあリップがこうお風呂一緒に入ってるところを、僕がこうリポートするみたいな感じでしたけど、はい、じゃあ見なかった、ちゃんと見ればよかったな、こう新谷君と。あ、マッパでモリのしっかり体をちゃんと見ればよかった。新谷君の見てみたいな。新谷君のみたいな。新谷君はこれ、新谷がもしも、うん、とんでもなかったら引くでしょ、ちょっと。いやでもとんでもない匂いは、匂いする。とんでもない。いや匂いするわ、マジで。とんでもない。そんな感じするんだよな。とんでもない匂いはしてるけど、確かに。そうそうそう。鼻でかい人、でかい説ありますよね。あー、ね、確かに。しっかりしてんな。鼻しっかりしてんな。根元からしっかりとしたやつが。あ、でも割とみんな鼻しっかりしてるグループじゃない、これ。だいたい。あ、ほんとだ、ほんとだ。しっかりしてる。みんな。ね、鼻がしっかりしてる人たちだから。なあ。ね。あ、じゃあ。みんなで、そこでこう。そもそもなんですけど、うん、うん、これ目の前のフロア、なんかすごい可愛いの売ってるんですよ。はいはいはい、リラックマとか、はいはいはい、ここでチンコの話してる。いや、まあまあ、まあ、それはまあね、共存してるから、共存、うん、チンコとリラックマ共存してるから。共存してる。あいや、いいですね、ちょっと見たかったな。まあ、夢のある話ですけど。怖いな。何が夢のある話。いや、やっぱシンボルっていうのは、はい、男のシンボルはね、あれですけども、そっかちょっとじゃあ一旦 CM の方行きましょうか。はい、はい、お願いいたします。お願いします。はい、ということで、旧三越からね、お届けしておりますけれども、よろしくお願いいたします。いや、もうあっという間ですね、時間が経つのは。ねえ、何分までですか、これ、一応、11時52分55分まで56分、あるということなんですけども、最後までお付き合いいただきたいなと。時間、よろしく、時間ある限り大丈夫ですか。はい、いいですか、お願いします、ね。コーナー的なものとかは。コーナー的なのはね、あ、一応ないことはないんですけど、はい、まあゆるっとしたふわっとしたコーナーみたいなのやってて。なるほどなるほど。ちょっと一回じゃあ、
やってみていいですかじゃあやるコーナー怖いやつ、いや怖いとかっていうやつ、ただ新本の一方的なコーナーなんですけど、そうそうそう、ちょっと一旦いきますか、5分くらいじゃ行くじゃあちょっと、うん、はい、じゃあいきましょう、新本進の B 級のすすめ、全然拍手少ないなびっくりするわよ、拍手、いやいや十分量や、今十分だろや、まあ俺が、とりあえず B 級映画をいろいろこう進めていきますんで、まあ、どんな、映画が良かったかと、そんなことやってるんですね、やってますやってます、じゃあ今日は何を紹介しようかな、最近見た映画をこう進めるっていう感じで、うん、そうそうそう、あ、なるほど、じゃああれいきましょうかね、はい、シークレットウィンドウ、ほう、シークレットウィンドウ、これでも一応 B 級だけど、ほうほう、でも出てる人はジョニー・デップが主演だから、B 級じゃないじゃない、ちょっと A 級として作ってはいると思うよ、だけどまあ、うん、正直最後まで見たらまあちょっと B 級の匂いはするなっていう感じだけど、うん、まずこのなんていうの、主人公のジョニー・デップがいるんですけど、はいはい、その人が、まあ、作家さんなんですよ、まあ、何の作家さんなんですか、まあ、小説とかなんか一応小説とか書いてミステリーとか書いてる作家さんで、でこんなポーズで写真とか撮ります、いやキャンさんじゃないですキャンさんじゃないですその作家さんでもキャンさんじゃないキャンさんやじゃないじゃない、あの普通にもジョニー・デップだから、ジョニー・デップ主演、ジョニー・デップか、ジョニー・デップ主演だよ、なるほどね、で、まあ、作家さんで、まあ、売れてたわけよめっちゃ、で売れてて、うん、で、まあ、ちょっとやっぱスランプってあるでしょ、ホッピー好き、ホッピー、いやキャンさんやからキャンさんやからそのだから作家さんはたまにビジネスホテルに泊まったりとか、キャンサイですよだから泊まらん、実家のお母さんの料理美味しいっすね、キャンサイですだからいや違う、たまにアリンクリンとかが行って飯食ってるやつ、キャンさんのお母と大人の話です、違うだじゃあキャンさんのがなどうしたキャンさんじゃないんだから、ジョニー・デップつってるやつだから、一個も一個も違うよマジで、でもジョニー・デップがキャンさんの役演じるってなかなか、ね、違うつってるやつだから、ジョニー・デップ、ジョニー・デップはジョニー・デップ、ジョニー・デップが作家さんの役演じてるわけよ、キャンさんの役演じるか、なのにめっちゃアイドル好きでディレクターやってるわけ、それお前それキンテルさんやねんディレクターって言ったらもうダメでしょ作家なんですか、 なんでヒップホップ外されたんですか、知らないです、キンテルさんやつだから外されてないよお前違うってだから、そのジョニー・デップ主演の、作家さん、そう作家さん、190センチぐらいありますそれはお前、正解はハットさんでした、遅いわよ、出てこないし、出てこなかった、悔しくないだろ、全然何度もや、いや、聞いて聞いてたから、それその位置だもん、オチだけ教えても、オチだけ、オチ、この映画のそいつの勘違い、全部全部そいつの勘違いの映画そいつの勘違い、これは本当に B 級全部勘違いだった、被害妄想あのタイタニックを一言でまとめると、ね、タイタニック、はい、あれ浮気女よ浮気女ってそこなん、浮気女、ああひどいよ、結婚してたか、婚約してるんだ、婚約者もいるの、なるほどね、ローズ、そうか、そうそうそう、船で出会った雪吊りの男に心奪われてやってちょっとあの最後にあの海にペンダント投げるおばあやってもらっていい、やってって、まあこれはエメラルドのペンダント、よくやるやつだ、よくやるっすか、いやじゃあ今いや初めて、まあ、こんな急にやってやってもらえるんだ、結構急に言ってもやってもらえるから、まあ、コーナー自体はこうもう終わりだけど、あの、うんうん、全部こう説明してる途中で結局オチなんだろうって言ってオチだけ言うっていう、そうそう、ああなるほど、っていうコーナーなんです、はい、なるほど、ね、本当に 5分ぐらいがちょうどいいぐらいの、うん、なんか一番でも好きな映画って何ですかね、好きなのは一番も本当に映画の中で、まあ、強いて言うならば、まあ、ミストっていう映画で、ああよく言うな、それ、これもミステリー、なんかよく言うんですよ映画好きな何って言ったら、うん、ミストっていう映画が好きらしくて、急に霧が出てきて、うん、あのスーパーをこう覆うわけですよ、街を、街とスーパーで、スーパーにこう立てこもって、うん、奮闘する、もう怪物とかも出てくる、この霧の中から、これはもう外に出たら危ないと、なるほど、で、このスーパーの中ではこの、うん、なんていうの、生き残ってる人間同士のこの殺し合いとかもあって、それでも仕方なくもうスーパーが出ないといけんと、出てる途中で、うん、こうガソリンが止まってしまって、うん、あ、もうこれもう万事休すと、なるほど、で、もう外にどうな最後どうな、結局最後は全員死んだ、これ笑いな、全員死んだそのミストはホッピーとか好きなんですか、いやだからキャンさん関係ないだからミストなんでミストがホッピー霧だからミストってホッピーのミストですか、じゃないキャンさん出てこないから、霧状のホッピー、霧状のホッピー、酔うな酔うな、違う違う、
そう違うんだ。そうそう、へえ、それがもう結構映画見るんすね。まあ、DVD ね、映画館の方は行かないけど、まあ、DVD をよく好き。何本ぐらい見るんすか。まあ最高の時は30本ぐらい見てたから。30本 ?30 本すごいな。1日2本とか普通に見てたから。まあ、すごいな、マジで。レンタルビデオ屋でバイトもしてましたし。ああ、そうなん。 3年ぐらい。なるほどね。もうすごいわ。そう、すごい。なんかでも、なんか趣味がない、ないんですけど、なんか焦りません？なんか趣味、ま、周りがこういろいろ行ったりとかして、はいはいはい、趣味見つけんとなみたいなの、なんかだからあります。なんかでも趣味見つけんといっけんっつって、内地に行った先輩とかが事務所でやっぱ言われるらしいんですよ、はいはい、趣味がないと今売れないよ。なるほどなるほど。あで、あのナインボールっていう先輩がいるんですけどあの沖縄でお笑い一緒にやってて、はいはいはい、なんか頑張るぞ内地行って頑張るぞっつって、うんうんうん、内地でミニ四駆始めたんですよ。あ、何しに行ったばってちょっと思いましたね。これはよくやってる。趣味だ。だから事務所の人に言われたりとかして無理からこう趣味を見つけてミニ四駆に行き着いたっていう感じなんですか ねそこは好きかどうかさておき、まあ、やってる感じで。なるほどね。焦りますね。なんもないよ。なんもない。いやでもギター弾けるし、深夜君ギター弾けるし。あ、そうだ。エモリはエモリでないやしやすごいしな。いや何がよ。健康オタクなんです。健康食。あ、飯食う時に、うん、自分が食べるものの健康効果を調べながら見る、食べるっていうのが好きなんです。あ、ごま入ってんな、ごま、セサミン、ビタミン E、 ありがとうございますって思いながら食うっていうのがいいんですよ。今日何食った。今日サバ缶が。サバ缶。サバ缶食べました。悪そうだけどな、ちょっとな。いやいや、そう、サバに入ってる EPA とか DHA とかいいんですよ。血液サラサラ効果、不飽和脂肪酸つってね。なるほど。いいわけです。それを分かった上で摂取した方がよりね、よりなんかこういいじゃないですか。入ってる感じが一緒でしょ。それ食ってしまえばそんなもん、ね、あ、もうそういう人がね、同じですよね。動脈効果で死ぬよ。動脈が多いで。誰が動脈効果ね。誰が俺の音は透析してるよ。誰も言ってない。言ってないです。誰もそんなこと言ってない。全然聞きたくない。あ、そうですか。まあでもなんか女子力は高いみたいなアピールしてくるときありますもんね。こうツイッターとかフェイスブックで、あの弁当作りましたみたいなこととか。別にだから女子力高くない弁当だから、うん、俺の日常の報告、日常の報告でしょツイッターって。要はいやー、いやー、でも俺ならなんか料理作っても、あ、ちょっと恥ずかしいかもって言って、なんかいけないかも。日常の、日常のアピールとか。そのジェフが逆に寒いって言ってるんですよ。この料理アップしたら、私この料理がすごすぎて、なんか料理ある人アピールみたいになっちゃうみたいな。まあジェフではないけど、俺の料理見ました。その行為が見た見た、汚いゴーヤチャンプルでしょ。めっちゃ汚い、茶色かったよゴーヤチャンプル。何の色合いもない。醤油入れすぎてしょっぱいしょっぱい。あれ見て、料理うまい素敵とは思わんでしょ誰も。いやー、でもゼロではないでしょ。何ですか。そう、乗せることにより、この見てる女の子が、あ、江守さん料理もできるまっていうの、もしくは、あ、こんな料理を作ってるんだ、それははっきり私がじゃあ作ってあげたいとか思われたい。ゼロではない。けど、ゼロじゃないと食べ物ツイートしたらダメなんすか。ルールブック持ってこい。極論。ツイッターにこれしちゃダメ。極論だよそれは。これしちゃダメ。ブック。ゼロパーじゃない。ないけどそれは。もうノーノの気持ち。もうがんじがらめ難しい。ヘリクツがもう、ヘリクツがすごいやつ。ラジオ聞いてラジオ面白いなってつぶやいたらダイレクトメッセージで、じゃあテレビは面白くないんですかって聞いて。難しいよ、はい。大変だなそれ。それそんなやついる。なんなんですか。いるんですね。いるわそんな。標的なんですね。結構標的に言われやすいんだ。今から寝ます、おやすみなさい、私今から仕事です、嫌味ですか、知らんがなっていう。そんなこと言われます。料理は唯一来なかったんだ。いろいろ言われてきたけど。そしたらお前か。いや来なかったんだ。なんかこうアピールしてくるから、なんかなと思って。もう知らないですよ、もうそんなこと言い始めたらみんなやりにくくなりますよ。もう皆さんのツイッターも見て俺言いますよ。
あ、もう行って行ってガンガン行ってほしい。はい、もうそのスタンスそのスタンスずっこーいずっこーい、ちょっと行ってよスタンスなんか言ってたな、なんかツイッター、SNS 論みたいな。あ、なんか言ってた言ってた、なあ、言いますよ、言ってた言ってた、あれ、どういうことですか。寒いじゃなくて、寒いことを、うん、ネガティブなこととか、うん、ネガティブなことは、うん、クソみたいなことがあっても、うん、言うなと、うん、言ってそれですっきりしたら成長せえへんよと、自分の中でこう糧として、うん、なぜならクソは肥やしになるからね、うん、自分の肥やしにしていきましょう、うん、なるほど。その投稿クソだったぜ怖いだろ、それすらも肥やしにしてよなるほど全部含めてどういうことだわいいね、いっぱいついたけどないいね、いいね、俺もいいね、いいこともだったやつ、ね、じゃあ、まあね、まだ時間あります、まだあります、あります。ツイッターでいろいろ書く人いるじゃない、います。あ、ネガティブなことな。なんか、はいはい、元嫁がなんか仕送り遅れてうるさいみたいなこと書いてるやつがいて、面白いし、それはいいでしょ。はあはあ、いや面白くないでしょ。逆でしょ。それがもう嫌なんだ。その見てたら。あ、なるほどね。ネガティブなのがもう嫌。そうなん、まあ、うん、そういうこと書くなと、みんなに見てもらうようなことでもないし、うん、それは。で、うん、でまあ別に書いてもいいんですけどね。俺はこう思うぜっていう。なるほどね、一石を投じたわけね、投じて、はあ、別に何のこの、うん、波紋も起こさなかったですけど、じゃあやっぱメガネロック大家みたいにマックのポテトには塩派ですとか、それぐらいがいいのかな、一番いい、あれぐらいがやっぱり、ね、塩は別で注文するんですよね、うんうんうん、そう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 、ケチャップなしで塩派ですみたいな、あれぐらいの、みんなわかると思うんですけど、うん、じゃあ俺それでいいですか、そんなのでいいですかそんなのでいいですか、チキンナゲットはバーベキューソース派ですで、ね、今からすぐ行きますわじゃあまあそんなもんじゃないの、でもツイッターってそういう ね、細かい、どうでも良いことをこう食べ物は怖いな、でもガン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 、どっちにしろ、いや、食べ物は、まあね、でももう2人ももうね、うん、なんか際どい発言とかよくしてるくせに、いやーしてないよ、でもそういうほど際どいっすね、確かに、いや言うほどしてないよ、いや、うん、いやしてますよ、あの俺も大丈夫でしょ、どんなの、沖縄国際映画祭、うん、売れてない芸人が勘違いする季節がやってきましたみたいな、あんな下の芸人に祝するから、下の芸人、下の芸人が怖いわ、ケノさんいる前では下だから俺が、いやもっと下の前、翔さんもですよ、なんか、いやなんか盛り上がってるみたいですね、そんなことより僕の単独ライブがありますいやもうそんなことより、いや、それは大丈夫じゃない、うん、ちょっとなんか、うん、なんか興味ありますね、オリジンは楽しんでますけどねそれを見て唯一有名人気分になれる、まあ、あの正確に言うと、ん今なんかイベントやってんのです、ドア玉の入り絶対ダメ一応ちょっと皮肉だな、本当に皮肉やさスーはやってましたっけ、いや、やってるよ、誰がやってる、スーはやってましたっけ、やってるよ、スーはスーさんな、名前よスーさん、あの、まあ、ツイッターもやってるんですけど、フェイスブックも、はい、だから気持ち悪いのが、あのそう、言うんですよ、モデルの人とかがいるさ、沖縄でやってるの人とかにだけいいねするわけよ、だけじゃないよ、超級、それが見える、それでもに、すずむさんがいいねしましたって見えるさ、はい、俺のとこ出てくるからもう気持ち悪い、いいねするでしょ、キモい、嘘つけよだから投稿しないのに普段いいねだけしてるってのがキモいんですよね、しかもこのモデルやってる子たちだけにで、うわー、いやもうキーポーさんを見習った方がいいですよ、本当だよ、みんなにまんべんだろ、まんべん、マーガリンのようにいいねしてる俺のおかんのフェイスブックの投稿にもヒープさんいいねそれはすごいでしょ、それはすごいな、江森明子と友達かお前、全然知らない、じゃあダメだろ、モデルの女と友達になりたいけど江森明子興味ないだろお前、ないだろ、ない、絵描きの50歳のおばさんと興味ないだろ、え三原色の会のお前主催だぞ、俺のお母の情報詳しい、出てくるな本当にねえ、あもうそろそろお時間というか、お時間ですよね、はい、あっという間に、あっという間で、今日の夜ですね、はい、20時半から沖縄の面白い大喜利ということで、まあこのメンバーとノーブレーキと、カシスオレンジ、島袋シロピーチキャスル、シーハシジャスタウェイさんが、出てのイベントがね、はいはい、20時半から20時半ありますんで、大喜利ですからね、なかなか怖いですけども、怖い、まあ気引き締めていきたいなと、はい、思いますんで、ダメだよ MC で逃げるとか言ったら俺を、ね、何がですか、 MC やるからガシガシ勝負してこれと、ね、何がですか、やりますよそんなもん、ただなんか自然と MC に僕がやる流れになるから、はい、しゃあないなって、新谷君まであのうまいこと禁止ね
いや、そういうもんじゃないですよ。そう、うまいこと言うこと。直感的に笑えるの。相手の力使うやつ禁止してる。じゃあ、ケンゴさんもなんか高い声出してごまかすの禁止。ああ、やばいな。相当羽が折れたな、今ので。まあ、いろんなね、やり口でいろいろな大喜利をやっていくと思います。みんなで乗り切りましょうということで。全員で乗り切ろう、はい、全員で協力プレイで、そうでしょう、頑張って乗り切、みんなで団結していかんとこういうのは乗り切れないですからね。かぶせかぶせで、はい、やりましょう。かぶせかぶせで頑張っていきますので、はい、じゃあぜひ皆さん、はい、ね、ご覧いただいている皆さん、野菜カルタの方も買っていただいて。誰がわかんねんそれ。俺のおかんが作ってる2300円のカルタ高さよ、高いよ、高さよ。あれのおかんのカルタ全部手作りでやっとるんじゃん。2300円、誰が買うの2300円。40箱ぐらい植えたら。ぜひ皆さん、じゃあ Facebook の方も見ていただいて、江守明子もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。運動しないと売れてないくせに太ってるって恥ずかしいですよね、ちょっと。いや、恥ずかしい。いや、それ言われたらもうやばい、グサやさ、グサ。なんか、グサ、金の使い方、配分どうなってんねんって思いません、ちょっと。確かに、それもあります、ね、恥ずかしいな。恥ずかしいな。ね、う考えないといけない。何に逆にお金使います？皆さん。これ何に使ったの？リップサービスって。いや、僕、マジで食事かもしれん。俺、マジで。食事で飯はでかいかな。あ、いやマジで。どれぐらい、あ、じゃあ明るいかい、明るいかい。相場が分からんでしょ。いや、1回ならどうした。顔、あ、じゃあ俺多分誰か測るだね、普通。おお、じゃあ来てくれてお客さん。どっちかとちっちゃい方かな。あー、ちっちゃいな。俺と比べたら引き立つわ、そら。一回じゃ測ります。一回測ろう。測りましょう。準備でかすぎる。いやでも、どれぐらい想定しないと。エモリオーダー。こんなのばさんでいいでしょ。足の長さ測るときの仕方です。じゃあエモリー測ってみる、とりあえず。エモリーから行く。誰か、荷物測る。俺行くじゃ。一番ちっちゃいは大体の一番ちっちゃいのは多分新也くんじゃないと思う。あ、ですかね。新也くんかな。いやでも、まあ、一応いいか。俺は行くよ。どっからにします。正式にあのやりましょうよ。ルールはルールね。ルール、どっからだ、顔って。ここから。ここから。お、じゃあこのね、先っちょから。あ、上がってる上がってる上がってるよ。ここ、こうか。一番上から行くと。あ、でもこの爪の部分もあるのな、指の。26? お、20、え、26センチ。26、うん、26や。26、うん、まあ俺もまあまあ顔長い方だから26で。はい、深夜、あ、次行く。エモリ行く。エモリ、あ、深夜君行く。行きましょうか。深夜君もっとちっちゃいでしょうね。ちっちゃいかな。ちっちゃく見えるだけじゃないですかね。26、あ、おい、ちっちゃい、ちっちゃい。あ、25、25。おお、やっぱちっちゃいな。そんなもんなんだ。でも人の顔って大事だから長さって。いやだから25。おお、これを、これ宮本武蔵の2本目やし。余ってるやん。はい、では行きます。じゃあ上から。あ、いいね、いいね。うわっ、うわっ、8ぐらいいってんな。あー、すごいな。あ、8やすさ。7か79じゃないか。怖い怖い。29で。そんな変わらんやん。いや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 。ここ顔の2センチってやばいでしょ。やばいと思う。でかい。俺これからツッコミで、いや2センチしか変わらんやん。顔でかい、いや2センチしか変わらんやん。横も横幅もでかいかな。横な。横幅もでかい。あ、横幅ね。あ、こっから。ほくろ。これ6センチ。ほくろからの。これは。ほくろの大きさから。その時から入ってるか。入ってる。いい、それかも。どれぐらいなんだろう、横は、マジで。これどう測る。どれぐらいですか。一回、これ。一周させて。巻いて。ああ。これを測ったと。ああ。めっちゃいい、めっちゃいい。なるほどね。いや、これ。ああ、いいっすね。はい、なんか、いや、このやり方やったら、このやり方ならみんな長く見えますよ。オンリー。え、上半身これ、この長さならみんな長く見える。俺ここ
俺やってみ、俺やってみ、このまま。え、このままお前、あ、いやいや、あんまりあんまりあんま変わらんやん。いやいや、あんま、デージャン待ってるよ。4はいってる。4しか変わらんやん。いや、4ってでかい。4ってだいぶだよ、顔で。4でかいって何の、それこそ物差しで。1回ちょっと、縦にしたらやばいな。先着だ、メジャーで測ってもらっていい？スケールで1回測ろう。やばやばだから73がまず基準じゃないですか。それを皆さんどれぐらいかやって、その上で言ってよ。俺の73だけ先ほど20何とか言ってたから70がでかくなるだけで、お前やれや、はよじゃあ。やれ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 。やばい、急に切れた、切れたって言った。帽子取らんと、帽子取らんと、ニット、ニット帽、帽子取らんと。ハンデ73ですからね。うわ、こんなにもあるよ。いや、わからんわからん。それはわからん。ないよ、ないよ。まだないですな。現実の顔でか、マジもね。あ、全然違う。66。うわ、あ、全然違うもん。何センチ違う？俺69ぐらいでしょ。違う違う、70、73でしょ。うわ、もう。え、73と 60？ 6、66。7センチぐらい違う。これは、これはもう言い逃れできないでしょ。10センチ以内はもう。やめましょう。いや、こわうわでもやっぱでかっ、ほんとにでかいんだな。やっぱでかかったんだろうな、うん、数字にしたら改めて実感するけども。だから俺数学嫌いなんだよ。いろいろはっきりさせる。だからだわ。縦にした時怖かったな。電子かかったな。長かったな。怖かったな。そんなに見た目は変わらんでしょ、縦にした時も。いや、7センチの差はなんかそれぞれのコンプレックス数値化させていきます、じゃあ。ああ、面白いな、それな。コンプレックスを数値化。嫌だな、面白いな、それでも。じゃあ、寝つき悪いんすよ。寝つき悪い。うん。どうやって数値化するの？メジャーでできるやつにしてもらおうと、それ。じゃあ、お腹は、お腹周り。チンコ、ちっちゃいんす。いや、チンコ。いや、チンコはどんなってお前やれば。チンコ一回。俺、なんか。やだ、俺やだ、俺。チンコ指でやってから測れるんだ。大体の。今はあれでしょ。え？あの、なんちゅうか、待機、待機時じゃないですか。いやいや、まあ、それはそうだけど、俺待機の時は大したことないんですよ。瞬発の進行の時はすごいんですよ。いや、いるけど、そういう人。はい。いや、でも言っても、でもそのありのままの状況もやっぱりこう、穴行きみたいにチンコのこと言う。ありのままの、ありのままに。やっぱりそこは穴よね、穴よね。いや、俺自信ないからな、俺。怖いな、メジャーって怖いな。メジャーはもう怖いね。あ、一回でも僕らはみんなだ、はい、あ、違うか。違う、他局のラジオですけど、一回裸の付き合いというか、あ、ね、一回やりましたもんね。そうですよね。その、まあ、リップがこうお風呂一緒に入ってるところを、僕がこうリップリポートするみたいな感じでしたけど、はい、じゃあ見なかった、ちゃんと見ればよかったな、こう、しんや君と。あ、マッパでモリのしっかり体をちゃんと見ればよかった。しんや君の見てみたいな。しんや君のみたいな。しんや君はこれ、しんやがもしも、うん、とんでもなかったら引くでしょ、ちょっと。いや、でもとんでもない、匂いは、匂い、匂いする。とんでもない。いや、匂いするわ、マジで。とんでもない。そんな感じするんだよな。とんでもない匂いはしてるけど、確かに。そうそうそう。鼻でかい人、でかい説ありますよね。ああ、確かに。しっかりしてんな。鼻しっかりしてんな。根元からしっかりとしたやつが。あ、でも割とみんな鼻しっかりしてるグループじゃない、これ。大体。あ、本当だ、本当。しっかりしてる。みんな。ね、鼻がしっかりしてる人たちだから。なあ。ね。あ、じゃあ。みんなで、そもそも、そもそもなんですけど。うん。これ目の前のフロア、なんかすごい可愛いの売ってるんですよ。はいはいはい。リラックマとか。ここでチンコの話してる。いや、まあまあ。まあ、それはまあね。共存してるから、共存。チンコとリラックマ共存してるから。共存してる。ああ。いやー、ちょっと見たかったな。夢のある話ですけど。怖いな。何が夢のある話？いや、やっぱりシンボルっていうのは、はい、男のシンボルはね、あれですけども、ちょっとじゃあ一旦 CM の方行きましょうか。はい、はい、お願いいたします。お願いします。
はい、ということで、旧三越からね、お届けしておりますけれども、よろしくお願いいたします。いやもうあっという間ですね、時間が経つのはねえ。何分までですか、これ、一応、11時52分55分まで56分、あるということなんですけども、最後までお付き合いいただきたいなと。時間よろしいですか、大丈夫ですか。あ、いいですか、お願いします、ね、コーナー的なものとかは。コーナー的なのはね、あ、一応ないことはないんですけど、はい、まあゆるっとしたふわっとしたコーナーみたいなのやってて。なるほどなるほど。ちょっと一回じゃあ、やってみていいですか。じゃあやる、ちょっとコーナーや、いや怖いとかっていうやつ、ただ荷物の一方的なコーナーなんですけど。そうそうそう、ちょっと一旦行きますか、5分くらい。じゃあ行くじゃあちょっと、うん、はい、じゃあ行きましょう。荷物進むの B 級のすすめ。全然拍手少ないな。びっくりするわよ、拍手。いやいや十分量や、今十分だろや。まあ俺が、とりあえず B 級映画をいろいろこう進めていきますんで、まあ、どんな、映画が良かったかと。そんなことやってるんですね。やってますやってます。じゃあ今日は何を紹介しようかな。最近見た映画をこう進めるっていう感じで、うん、そうそうそう。あ、なるほど。じゃああれいきましょうかね、はい、シークレットウィンドウ。ほう、シークレットウィンドウ。これでも一応 B 級だけど、ほうほう、でも出てる人はジョニー・デップが主演だから。B 級じゃないじゃない。ちょっと A 級として作ってはいると思うよ。だけどまあ、うん、正直最後まで見たら、まあ、ちょっと B 級の匂いはするなっていう感じだけど、うん、まずこのなんていうの、こう主人公のジョニー・デップがいるんですけど、はいはい、うんうんうん、その人が、まあ、作家さんなんですよ。な、まあ、何の作家さんなんですか。まあ、小説とか、なんか一応小説とか書いてミステリーとか書いてる作家さんで、でこんなポーズで写真とか撮ります。いや、キャンさんじゃないです。キャンさんじゃないです。その作家さんでもキャンさんじゃない。キャンさんやし。じゃないじゃない、あの普通にもジョニー・デップだから。ジョニー・デップ主演。ジョニー・デップか。ジョニー・デップ主演だよ、ね。なるほどね。で、まあ作家さんで、はい、まあ、はい、売れてたわけよ、めっちゃ。で、売れてて、うん、で、まあちょっとやっぱスランプってあるでしょ。ホッピー好き？ホッピー、いや、キャンさんやから。キャンさんやから。そのだから作家さんはたまにビジネスホテルに泊まったりとか。キャンさんですよ、だから泊まらん。実家のお母さんの料理美味しいっすよ。キャンさんですだから。いや違う、たまにアリンクリンとかが行って飯食ってるやつ。キャンさんのお母と大人の話です。違う。じゃあキャンさんのがなどうしたの。キャンさんじゃないってだからジョニー・デップつってるやつだから。一個も違うよ、マジで。でもジョニー・デップがキャンさんの役演じるってなかなか。違うっつってるやつだから。ジョニー・デップ、ジョニー・デップはジョニー・デップ。ジョニー・デップが作家さんの役演じてるわけよ。キャンさんの役演じるか。なのにめっちゃアイドル好きでディレクターやってるわけ。それお前それキンテルさんやねん。ディレクターって言ったらもうダメでしょ。作家なんですか。なんでヒップホップ外されたんですか。知らないです、キンテルさんやつだから。外されてないよお前。違うってだから。そのジョニー・デップ主演の、作家さん。そう、作家さんが190センチぐらいあります。それはお前、正解はハットさんでした。遅いわよ。出てこないし。出てこなかった。悔しくないだろう、全然。何度もや。いや、聞いて聞いてたから。それ、その位置だもん。オチだけ教えても、オチだけ。オチ、この映画の。そいつの勘違い、全部。全部そいつの勘違い。勘違いの映画。そいつの勘違い。これは本当に B 級。全部勘違いだった。被害妄想。あの、タイタニックを一言でまとめると。タイタニック、はい、あれ浮気女よ。浮気女って言ったの。浮気女。ひどいよ。結婚してたか。婚約してるんだ。婚約者もいるのよ。なるほどね。ローズ、そうか。そうそうそう。船で出会った雪吊りの男に心奪われて。やって。ちょっとあの最後にあの海にペンダント投げるおばあやってもらっていい。やってって。まあ、これはエメラルドのペンダント。よくやるやつ。よくやるっすか。いやじゃあ今。いや初めて、まあ、こんな急にやってやってもらえるんだ。結構急に言ってもやってもらえるから。まあ、コーナー自体はこうもう終わりだけど、あの、うんうん、全部こう説明してる途中で結局オチなんだろうって言ってオチだけ言うっていう。そうそう、ああなるほど、そういうことっていうコーナーなんです、はい、なるほど、ね、本当に5分ぐらいがちょうどいいぐらいの、うん、なんか一番でも好きな映画って何ですかね。好きなのは一番も本当に映画の中で、まあ、強いて言うならば、まあ、ミストっていう映画で。ああ、よく言うな、それ。これもミステリー、なんかよく言うんですよ、映画好きなの何って言ったら、うん、ミストっていう映画が好きらしくて。急に霧が出てきて、うん、あのスーパーをこう覆うわけですよ、街を。街とスーパー、でスーパーにこう立てこもって、うん、奮闘する。もう怪物とかも出てくる、この霧の中から。これはもう外に出たら危ないと。
うん、なるほど。でこのスーパーの中ではこの、うん、なんていうの、生き残ってる人間同士のこの殺し合いとかもあって、それでも仕方なくもうスーパーが出ないといけんと。出てる途中で、うん、こうガソリンが止まってしまって、うん、あもうこれもう万事休すと。なるほど。でもう外にどうな最後どうな、結局最後は全員死んだ、これ辛いな。全員死んだ。そのミストはホッピーとか好きなんですか？いやだからキャンさん関係ないだからミスなんでミストがホッピー霧だからミストってホッピーのミストですか？じゃないキャンさん出てこないから霧状のホッピー。霧状のホッピー酔うな酔うな酔うな。違う、あそう違うんだ。そうそう、へえ。それがもう、結構映画見るんすね。まあ、DVD ね、映画館の方は行かないけど、まあ、DVD をよく。月何本ぐらい見るんすか？まあ、最高の時は30本ぐらい見てたから。30本？30本。すごいな。1日2本とか普通に見てたから。まあ、すごいな、マジで。レンタルビデオ屋でバイトもしてましたし。あー、そうなん。3年ぐらい。なるほどね。もうすごいわ。そう、すごい。なんかでも、なんか趣味がないんですけど、なんか焦りません？なんか周りがこういろいろ行ったりとかして趣味見つけんとなみたいなのあります？なんかでも趣味見つけんといけんっつって、あの内地に行った先輩とかが事務所でやっぱ言われるらしいんですよ、はいはい、趣味がないと今売れないよ。なるほどなるほど。で、あのナインボールっていう先輩がいるんですけどあの沖縄でお笑い一緒にやってて、はいはいはい、なんか頑張るぞ内地行って頑張るぞっつって、うんうんうん、内地でミニ四駆始めたんですよ。ああ何しに行ったばってちょっと思いましたね。これはよくやってるみたいな。いや趣味だな。だから事務所の人に言われたりとかして無理からこう趣味を見つけてミニ四駆に行き着いたっていう感じなんですかね。そこは好きかどうかさておき、まあ、やってる感じで。なるほどね。焦りますね。なんもないよ。なんもない。いやでもギター弾けるし、深夜君ギター弾けるし。あそうだ、エモリはエモリでないやしやすごいしな。いや何がよ。健康オタクなんです。健康食あ飯食う時に、うん、自分が食べるものの健康効果を調べながら見る、食べるっていうのが好きなんです。あ、ごま入ってんな、ごま、セサミン、ビタミン E、 ありがとうございますって思いながら食うっていうのがいいんですよ。今日何食った？今日サバ缶が。サバ缶？サバ缶食べました。悪そうだけどな、ちょっとな。いやいや、そうサバに入ってる EPA とか DHA とかいいんですよ。血液サラサラ効果、不飽和脂肪酸つってね。あ、なるほど。いいわけです。それを分かった上で摂取した方がよりね。よりなんかこういいじゃないですか。入ってる感じが。一緒でしょ。それ食ってしまえばそんなもん。あ、もうそういう人がね。同じですよね。動脈効果で死ぬよ。動脈が多いで。誰が動脈効果？誰が俺の音は透析してるよ。誰も言ってない。言ってないです。誰もそんなこと言ってない。全然聞きたくない。あ、そうですか。まあでもなんか女子力が高いみたいなアピールしてくるときありますもんね。こうツイッターとかフェイスブックで、あの弁当作りましたみたいなこととか。別にだから女子力高くない弁当だから、俺の日常の報告でしょ、ツイッターって要は。いやー、いやでも俺ならなんか料理作っても、あ、ちょっと恥ずかしいかもって言って、なんかいけないかも。日常のアピールとか。そのジェフが逆に寒いって言ってるんですよ。この料理アップしたら、私この料理がすごすぎて、なんか料理ある人アピールみたいになっちゃうみたいな。まあジェフではないけど、俺の料理見ました。その行為が。見た、汚いゴーヤチャンプル。でしょ？めっちゃ汚い、茶色かったよ、ゴーヤチャンプル。何の色合いもない。醤油入れすぎてしょっぱい。あれ見て、料理うまい、素敵とは思わんでしょ、誰も。いやー、でもゼロではないでしょ。何がですか。そう、乗せることにより、この見てる女の子が、あ、江守さん、料理もできるっていうの、もしくは、あ、こんな料理を作ってるんだ、それははっきり私がじゃあ作ってあげたいとか思われたい。ゼロではないけど、ゼロじゃないと食べ物ツイートしたらダメなんすか。ルールブック持ってこい。極論ツイッターにこれしちゃダメ。極論だよそれは。ツイッターこれしちゃダメ。ブック0%じゃない。いやないけどそれは。もうノーノの気持ち。もうがんじがらめ難しい。ヘリクツがすごいやつ。ラジオ聞いてラジオ面白いなってつぶやいたらダイレクトメッセージで、じゃあテレビは面白くないんですかって聞いて。難しいよ、はい。大変だなそれ。それそんなやついる。なんなんですか。いるんですね。いるわそんな。標的なんですね。結構標的に言われやすいんだ。今から寝ます、おやすみなさい、私今から仕事です、嫌味ですか、知らんがなっていう。
えぇ、ー、そんなこと言われます、まあ、料理は唯一来なかったんだいろいろ言われてきたけどそしたらお前か、いや来なかったんだなんかこうアピールしてくるからうん、なんかなと思って、もう知らないですよ、もうそんなこと言い始めたみんなやりにくくなりますよ、もう皆さんのツイッターも見て俺言いますよ、あもう行って行ってガンガン行ってほしい、はいもうそのスタンスそのスタンスずっこーいずっこーいちょっと行ってよスタンスなんか言ってたな、なんかツイッター SNS 論みたいな、あなんか言ってた言ってた、なあ言いますよ、言ってた言ってた、あれどういうことですか、寒いじゃなくて寒いことを、うん、ネガティブなこととか、あそうネガティブなことは、うん、クソみたいなことがあっても、うん、言うなと、うん、言ってそれですっきりしたら成長せえへんよと、自分の中でこう糧として、うん、なぜならクソは肥やしになるからね、うん、自分の肥やしにしていきましょう、うん、なるほど、その投稿クソだったぜ怖いだろう、だそれすらも肥やしにしてよなるほど全部含めてどういうことだわいいねいっぱいついたけどないいね、いいね、俺もいいねしたやつだ、いいこともだったやつ、まあね、まだ時間あります、まだあります、あります、ツイッターでいろいろ書く人いるじゃない、あネガティブなことな、なんか、はいはい、元嫁がなんか仕送り遅れてうるさいみたいなこと書いてるやつがいて、面白いでしょ、それはいいでしょ、はあはあ、面白くないでしょ自虐でしょ、それがもう嫌なんだ、その見てたら、あなるほどね、ネガティブなのがもう嫌、そうまあ、うん、そういうこと書くなと、みんなに見てもらうようなことでもないし、うん、それはで、うん、でまあ別に書いてもいいんですけどね、俺はこう思うぜっていう、なるほどね、一石を投じたわけね、投じて別に何のこの、うん、波紋も起こさなかったですけど、じゃあやっぱメガネロック大家みたいにマックのポテトには塩派ですとかそれぐらいがいいのかな、一番いい、あれぐらいがやっぱり、ね、一番塩は別で注文するんですよね、うんうんうん、そう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 、メガネロックケチャップなしで塩派ですみたいな、あれぐらいのみんなわかると思うんですけど、うん、じゃあ俺それでいいですか、そんなのでいいですかそんなのでいいですか、チキンナゲットはバーベキューソース派ですで、ね、今からすぐ行きますわじゃあまあそんなもんじゃないのでもツイッターってそういう ね細かい、どうでも良いことをこう食べ物は怖いなってガン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 、どっちにしろ、いや、食べ物は、まあね、でももう2人ももうね、うん、なんか際どい発言とかよくしてるくせに、いやーしてないよ、でもそういうこと、際どいっすね、確かに、いや言うほどしてないよ、いや、うん、いやしてますよ、あの俺は大丈夫でしょ、どんなの、沖縄国際映画祭、うん、売れてない芸人が勘違いする季節がやってきましたみたいな、あんなん下の芸人一食するから、下の芸人が怖いわ、ケノさんいる前では下だから俺が、いやもっと下の前、翔さんもですよ、なんか、うん、いやなんか盛り上がってるみたいですね、そんなことより僕の単独ライブがあります、いやもうそんなこと、いやいやいい、それは大丈夫だよ、うん、ちょっとなんか、うん、なんか興味ありますね、オリジンは楽しんでますけどねそれを見て唯一有名人気分になれる、まあ、あの正確に言うと、ん今なんかイベントやってんのです、ドア玉の入り絶対ダメ怖い、一応ちょっと皮肉だろ、本当に死に皮肉やさ、スーはやってましたっけ、いややってるよ、誰がやってるスーはやってましたっけ、やってるよ、スーはスーさんな、名前よスーさん、あのまあツイッターもやってるんですけど、フェイスブックも、はい、だから気持ち悪いのが、モデルの人とかがいるさ、沖縄でやってるの人とかにだけいいねするわけよ、だけじゃない、超級、それが見える、それでもにすずむさんがいいねしましたって見えるさ、俺のとこ出てくるからもう気持ち悪い、いいねするでしょ、キモい、嘘つけよだから投稿しないのに普段いいねだけしてるってのがキモいんですよね、しかもこのモデルやってる子たちだけにで、うわー、キーポンさんを見習った方がいいですよ、本当だよ、みんなにまんべんだろ、マーガリンのようにいいねしてる俺のおかんのフェイスブックの投稿にもヒープさんいいねそれはすごいでしょ、それはすごいな、江守明子と友達かお前、全然知らない、じゃあダメだろ、モデルの女と友達になりたいけど江守明子興味ないんだろお前、ないだろ、ない、絵描きの50歳のおばさんと興味ないだろ、え三原色の会のお前主催だぞ、俺のお母の情報詳しいねえ、あもうそろそろお時間というか、お時間ですよね、あっという間に、あっという間で、今日の夜ですね、はい、20時半から沖縄の面白い大喜利ということで、まあこのメンバーとノーブレーキと、
カシスオレンジ、島袋氏のビーチキャッスル、シーハシジャスタウェイさんが、出てのイベントがね、はあはあ、20時半から20時半ありますんで、大喜利ですからね、なかなか怖いですけども、まあ、気引き締めていきたいなと、はい、思いますんで、ダメだよ、MC で逃げるとか言ったら俺を、ね、何がですか、 MC やるからガシガシ勝負してこれと、ね、何がですか、やりますよ、そんなもん、そんなお題がなんか自然と MC に僕がやる流れになるから、はい、しゃあないなって深夜君まであのうまいこと禁止ね。いやそういうもんじゃないですよ。そう、うまいこと言うこと、直感的に言われるの、相手の力使うやつ禁止してる。健吾さんもなんか高い声出してごまかすの禁止。ああ、やばいな。相当羽が折れたな今ので。まあ、いろんなね、やり口でいろいろな大喜利をやっていくと思います。みんなで乗り切りましょうということで、全員で乗り切ろう、はい、全員で協力プレイで、そうでしょう、頑張って乗り切、みんなで団結していかとこういうのは乗り切れないですからね、かぶせかぶせで、はい、やりましょう、かぶせかぶせで頑張っていきますので、はい、じゃあぜひ皆さん、はい、ね、ご覧いただいている皆さん、野菜カルタの方も買っていただいて誰がわかんねんそれ俺のおかんが作ってる2300円のカルタ高さよ、高いよ、高さよ、あれのおかんのカルタ全部手作りでやっとるんじゃん、これ300円のカルタ、誰が買うの2300円40パンぐらい植えたらぜひ皆さん、じゃあ Facebook の方も見ていただいて、江守明子もよろしくお願いいたします。なんでーす、ありがとうございました。